こんにちは。今回のテーマはですね、常って書いてますよね。これはね、当たり前っていう言葉を一文字で言うと、常っていうものになるそうなんですよ。まあですんで、常と書いてます。今回は当たり前っていう話をさせてもらいますね。前回、努力してどうとかっていうね、吉田さんの動画がありましたんで、あの、早速マトリックスにまとめてみたんですよ。マトリックスっていうのは、努力をした。 努力をしててないっていいっう2種類の人がいますまずはこれです。で結果が出た結果が出てないっていう人の2種類の結果があります。これをマトリックスにして4つのマスにまとめてみたのがこれなんですけどもいいですかまずね努力をしたんだけども結果も出た。ね。努力して結果出た。これ理想ですよね。努力をして結果が出たぞ。ね。 努力をして必ず結果が出たらこんなにね、単純なことはないわけですよ。でもまあ理想ですよね。努力をした分結果が出ましたよ、みたいな。で、努力をしてないんだけども結果が出ました。これね、羨ましいですよね。羨ましい。うん。まあ皆さんはどうですかね。努力をしたんだけども結果が出たのか。でいや、努力してないんだけど結果だけ出ちゃったよ。運がいいな、みたいな感じなのか。そしてこういうのもあります。 努力したんだけども結果は出てないんですよということですよね頑張ったんだけども競争に負けちゃいました頑張ったんだけども大学受験失敗しましたあるじゃないですかこれはっきり言って当たり前のことですそういうこともあるよって人生には努力の全部が報われるわけじゃないでしょ努力をしたんだけども他の人もその分野で努力してるから結局はその努力が あなたはマーケットで選ばれたんですかっていうことになると思います、うん、えそして努力をしないのに結果も出てない人これ当たり前ですよね、うん、考えてみたらね今お話した四つの結果努力をしたんだけども結果は出たよと努力をしたんだけども結果は出てない努力してないんだけども結果は出た努力してないんだけども結果も出ないこれ全部当たり前のように私たちは日常よく目にして耳にしますよね だから頑張ったんだけどダメでしたっていうのは絶望でも何でもなくってもっと言ったらね絶望ではあるんですよ望みが立たれたわけですからだったら方向転換すればいいんじゃないのってことですよねそうすることによってまた一から目指せますからそれが人間の当たり前の行動常だと思うんですよあの人間生きていればね何回も希望に振られるんですよ理想の結果に振られるんですよ でもやっぱりまた挑戦していつか落ち着くところに落ち着くじゃないですかでも何もやらずにも何かに落ち着くんですよその落ち着く先が何もやらなければ相当に運が良くなければ自分の望まないところに落ち着いちゃうんですよねでも私が思うんですけどもこれは希望込みでね努力をすれば自分が求めているものの近くには落ち着くんじゃないかなと思うんですよそそしてそれを足掛かりににさらに一歩二歩二 自分の望む方向にはい出していけるんじゃないかなと思いますよね。まあけども努力してまで成功したくないよって言葉があるのも確かなんで努力した結果怪我をしたり大怪我を負ったりとかね大失敗したりとかってもあるわけなんですよ。うん、だからそういうい せっかく努力したんだけども自分の思う結果が得れなかったら嫌だからだから努力しないっていうのも考えてみれば当たり前の常なる人の心理かなと思いますよね。私はでも思うんですよ。あの完全に敗北でもやるだけやったんだ。それで負けだったらいいやみたいなね。何の悔いもないやみたいな、ね。出し切ったぞみたいな感じですよね。でもこれも世の常なんですけども出し切るとまあ 思った結果が手に入るんですよなぜならほとんどの人が出し切ららないからですほとんどの人がやったと言えるほどやらないからやったと言えるほどやった人が結局達成度が低くても生き残っちゃうんですよね最近ね青汁老子がジープをあげましたっていう動画を出したんですよジープをあげた動画ですよ81万再生ですよわずか2日3日で私の ののトランザムの動画やっと50万再生ですよ何なんだよって話ですよねどっちも同じぐらいの金額の車ですよ何なんだよもう一発でシャラかよみたいな感じですよねけどねけど青汁王子は私ほどに動画をたくさんは出せませんだから私が青汁王子に勝てるものとすればそして絶対に青汁王子が追いつけないものがあるとすれば動画の「 アップロード本数ですよでも別の側面で言えば私が絶対に青白石にかなわないところっていうのはたくさんあるんですよね、まあ、だからどのルールで勝負するかによって勝てたり負けたりっていうのがありますんでこれも世の常ですけどねだからある一面だけで捉えるんではなくて多角的に捉えることも大事かなと思ってますね。はいまあ、少なくともビジ,ビジネスをやっってるんだったら 金が稼いで稼げているかどうかだけで勝負していかなくてはいけませんのでビジネスやってるけども赤字続きでっていう方はもうビジネスはやめた方がいいと思いますね。それは努力したんだけども結果が出てない。だから絶望というかねその望みを一回クリアにして別の方向でアプローチしたらどうかなと思います。その結果ビジネスがうまくいくっていう方向が見つかるかもしれませんからね。で今回は 当たり前のこと「常」ということでお届けしましたがいかがお感じになったでしょうか